はようございます。釣り子 TV です。これ。いよいよ登場しましたね。デプスの機体の巨大なペンシルベイト、ヒュージペンシルがですね、いよいよ釣り具屋さん店頭に並んでおりました。というわけで、こんな感じのパッケージなんですけどね。いやー、長い。ね。このねスケーターっていうモデルがね、並んでいたんですけども、これとですねドッグウォークに特化したようなモデルとね、2種類のボディで登場するっていうことですが、まずはねこのスケータータイプっていうんですかね、このね青いねスケーターって書いてありますけども、このモデルから登場したのかなね、順次ウォーカーモデルもね出てくるんじゃないかなと思うんですけども、早速どんなルアーか見ていきたいと思います。まずねパッケージはねこんな感じですね、軽快に操れるマグナムペンシルベイトっていうことでね、後ろに書いてありますけども、どんな感じかちょっとね開封していきたいと思いますよ。やはりでっか。はい、うわあ、あれ中で結構特徴的なこの前から後ろに移動するようなそんな感触がありますね。で、こんな感じですね。まず頭周りから見ていくと、ね、こんな感じでちょっとここら辺がね、なんだろう、ちょっとねボコボコしたようなね、そういった顔立ちというかなってますね。で、目がね、こういうなんかヒュージシリーズって感じですかね。なんというか無機質なね、こうね、なんとも言えぬ怪魚みたいな感じのね、こういう感じのね目がついていて、でトリプルフック仕様ですね。3つ針がついていて、お腹周りにはこんな感じでね。デプスのヒュージペンシル、スケーター、ね、R って書いてありますけども、針がねもう最初からもう出して速攻で使えるような感じの針がついてくれてますが、まあ、ここら辺が最近ね、ガマカツであるとか、あとは BKK であるとか、いろいろねこういう巨大なルアーに合わせた針ね各種出てますんでね、お好みの針に交換してみたりっていうのもね楽しみなんじゃないかなっていうふうに思いますけども、でちょっと嬉しいな、これねスイベルがついてますね、これ全部ね後ろまでここがねスイベルになってるんです。だからこう針がねこう回転するんですけども、結構ねこの機構がついているとですね、シーバスってまあヘッドシェイク激しいし、まあ、いわゆるエラー洗いってやつですかね、水面でガバ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 ってなるんですけども、そういった時にここが追従して回転してくれることによってバラシを軽減できるっていうね、こういうシステムがねついてますね。でお好みでまあこれでスプリットリング追加してみたりっていうのもいいんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、こんな感じね。いやー長いですね。デプスね、あの長いペンシルベイトってね、ブラキオスティックみたいなやつとかね、あるんですけども、あれもね結構ねシーバスで使ったりしてるんですけども、よりなんだろうか、東京湾とかでね今ね流行っているこの城の、ビッグベイトパターンね、この城パターンなんていう風に呼ばれてますけども、そういったところで使いやすいんじゃないかなっていうね、そういう仕様のルアーなんではないかと思いますね。実際にねもうね結構連れ出しているんで、そういうタイミングタイミングでね、早速投入してみたいと思います。裏にはちょっと説明があるんで、見ていきたいと思います。ヒュージペンシル、軽快に操れるマグナムペンシルベイトということで、記録級を取るために生まれたマグナムサイズのペンシルベイト、ヒュージペンシル、200ミリオーバーものボディが水面で放つ凄まじい波動は、あたかも
逃げ惑うベイトやベイトを捕食するフィッシュイーターのフィーディングシーンを演出することで水面直下をトレースするビッグベイトでは反応しなかったその水域に生息するデカバスの捕食本能を刺激してくれます。水押しの強いウォーカーと軽快なスケーティングを見せるスケーターがラインナップされフィールドの状況にアジャストさせることができます。マグナムサイズからなるアクションの、もたつきは内部容量を拡張させた高浮力化によりキレのあるアクションに、変換。またサウンドタイプには不規則なアクションと独自サウンドで引きつける、バリアブルバランサーシステムにより高い収録効果を発揮してくれます。ヒュージペンシルは、バスをはじめ赤目やシーバス、これなんて呼ぶんだろうな、まあ、噛む力の高い怪魚にも効く、聴覚力を持つため貫通ワイヤーやフックアイにスイベルが採用されかけた魚を取りこぼさないスペックを持ちます。ボディタイプですけども体高のあるウォーカーと細身なシルエットのスケーター、容量を大きく取られた高浮力ボディがこのボディサイズからは想像できないアクションのキレを生み出し、軽快な引き抵抗で、体への負担を大きく軽減してくれますということですね。で、これはねスケータータイプなんですけども、ウォーカータイプは体高のあるファットボディは約30度の浮き姿勢で移動距離を抑えたドッグウォークアクション、体高による水押しが強くラフウォーターや存在感を出したい時に最適ね、そういうウォーカータイプと、こちらはねスケータータイプ、スケータータイプは、水平浮き姿勢により、振り幅が広くより軽快なスケーティングアクションは逃げ惑うベイトフィッシュや追い立てるフィッシュイーターを演出しバイトへと誘ってくれますということで、バリアブルバランサーシステムっていうのが搭載されてるんですね。姿勢に合わせたランダムに移動するバリアブルバランサーウェイトが波状レールを転がり単調になりがちなアクションにイレギュラーなアクションと独自のバンピーサウンドでアピールしてくれますね。サイレントタイプには固定ウェイトがちなみに内蔵されてますよっていうことで、これはねこのジョロジョロ音のこのね音の鳴るこれにはね、バリアブル、バランサーシステムが、採用されてるということですね。で、これね、フックはね、30番がね、搭載されておりますってことなんですね。30番が、付いていて、で、長さがですね、225ミリのウェイトが 3.7 オンスっていうことですね。はい。こんな仕様のね巨大ペンシルがまあデプスらしい感じですよね。でもそうですね、今いろんなメーカーからね、例えばメガバスからメガドックが出ていたりとか、その他まあいろんなね、ビッグペンシルベイトありますけども、案外そっかデプスからは今出たんだなぁなんていう感じですよね。でまあこの手のルアーだとね、最初の頃にスーパーマグナムザラスプークとかね、そこら辺がねすごいねシーバスにね効くっていう感じでね、流行ったんですよね。でその後まあそれってね廃盤っていうかなんかもう手に入らないようなね状態になっちゃったんで、追従するようにねザウルスからね、大きなね、ファンキーモンクだっけな、なんか超巨大なねペンシルベイトが出たりして、でその後ぐらいにねメガドックとかね、プラスチック製のねそういった超巨大ペンシルベイトが出て、でまあほんとよく釣れるんですよね。何にしてもね魚の反応がね異様ね、こんなんでこんな長いのに釣れちゃうんだねと必然性ですね。もう餌がこれより大きかったりするんですよね。これのがね案外ね細長かったりすると思います。この城ってほんとね30センチぐらいのね超巨大な餌なんで、でそれを変色しているシーバスにはね小さなミノーとか小さなトップウォーター投げるよりもこっちのがねがぜん効くんですよね。マッチザベイトっていう感じで、だからねもう必然としてこの大きさになってくるっていうところで、あとはまあ浮き姿勢ね今回2タイプ出るっていうことですけども、これ結構水平に近い浮き方だよって裏の説明に書いてあったんで、これ嬉しいところですね。結構ね垂直浮きの巨大なペンシルとかねいろいろね試してみてるんですけども、一つまあシーバス釣りにおいてはですね比較的水平浮きの方が
効くんではないかっていうね、感触があるんですよね。っていうのが、追い食いしてくれるんですよね。もう、しつこくね、フックにね、かかるまでに何回もバイトしてくれるっていうのが、この白パターンの魅力だったりするんですけども、そういう時にね、状況と場合にはよるんですけども、垂直気味のね、浮き方のやつって、一回ヒットした後に、おかわりがないことが多いんですよね。あれ?よし、止めといたら追い食いするかなっていうタイミングで、おかしいなぁ、あれ出ないなぁ。ね。で、結構釣れる巨大なペンシルベイトの特徴でね、いろいろ試してますけども、これはって思うのは、この比較的水平に近い浮き姿勢で水の中にあんまりね、入っていない状態、ね。だと、追い食いしてくれるんですよね。何回も何回もね、かかるまでね、もうおかわりおかわりっていう感じでね、バイトがね、続くっていうのがね、結構ね、水平気味のペンシルに、多いかなって思うんで、このね、スケータータイプっていうのは、昼のね、釣りなんかでね、がぜんこれ効くんじゃないかなって、今から楽しみなんですけども。で、逆に夜にトップウォーターなんかをやる場合は、もちろん水平浮きも釣れるんですけども、垂直気味で、あと音のうるさいものをね、例えばまあ、サミーの198とかありますけど、ああいうのはね、結構夜で、深場から、シーバスを浮上させて、バイトさせるっていう時は、案外ね、垂直浮きの方がね、夜はね、かけやすいかなっていう印象はあるんですよね。まあ、その時に水平浮きを使ったら、それはそれでね、またよく釣れるんで、昼間のビッグベイトこの城をパターンで考えると、こういった、水平気味に浮いてくれるような、ルアーの方が魚をかけやすいかなっていう、そんな印象がございます。はい。でね、こういうルアーね、どういうタックルで使うかっていう感じですよね。今ね、専用タックルがね、いろいろ出ているんで、こういうのが始まった初期の頃はね、例えば、青物に使うようなスピニングタックルで、やったりとかね、何しろ投げれる道具がないんで、ね、困ったもんだったんですけど、最近はね、結構ね、いい竿がね、いっぱいシーバス用っていうのも出てまして、例えば天竜のベイブレイズシリーズであるとか、メガバスとかからも出てますし、あとはロデオクラフトのホワイトウルフの20ポンドの6フィートモデルっていうのも、こういった巨大ペンシルなんかをね、使うのに、特化した竿ね、あとビッグベイトとかももちろん使えますけど、っていう感じで、大体ね、これね、今ね、自分で作っているんですけども、これでね、今回ちょっと試してみようかなっていうことでね、グリップ部分で、プランクス部分で、ね、これ、ちょっとまだいろいろ試している最中なんで、そのうち動画でも出てくると思うんですけども、ちょっとね、短めの竿でね、ボートとかでね、この城につけることが多いんで、もちろんおかっぱりでもね、この城が接岸してたら効くんですけども、ちょっと6フィート前後の竿ですよね。こういうね、6フィート前後の竿で、ガンネルのなんていうかな、水面からの高さが低めのボートでも、水面にこう竿先が届かない、叩かないっていうかね、6フィートぐらいの前後のものが使いやすいんじゃないかなっていうことで、これはね、今ね、全部ね、トルザイトリングでね、チタンフレームで組んでいて、そんな感じでね、ちょっと今年はこの竿を試してみようかなっていう感じで、今ね、作っております。で、ラインはですね、ここもお好みになるとは思うんですけども、PE ラインのね、自分の場合4号から5号ぐらいのね、PE ライン。これで組んでいて、で、リーダー部分はね、これね、80ポンドの、リーダーですね。80ポンドリーダーで、FG ノットで結んでっていう感じでね。メインライン PE で、こっちはね、フロロとかナイロンとか、ナイロンの太めのやつの方が浮くからいいのかな。あんまり気にせず、フロロカーボンとかでも、使っておりますけども、太さに関しては、80ポンドっていうね、それぐらいの太さで、組んでおります。で、リールがね、これね、ハイギアの方が使いやすいですよっていうこと。
ということで、ペンシルベイトとかだとラインスラックをねうまく出すことによってこうスイー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 っていうねこうスケーティングアクションとかねドッグウォークアクションっていうのを出していくわけなんですけども、そういった時にこのリールのギア比が低いとですね、なんだろう、糸のねたるみを回収してる間にもう船が流されていったりしてね、うまいことアクションできなくなったりすることがあるんですよね。っていうことで、できるだけハイギアのものですね、ギア比8とかギア比9とかなんか最近ギア比10ぐらいのやつとかもあるんですけども、ここのハンドル一回転で1メートルぐらいね巻き取れるようなリールが、あと実際に魚が出た後とかもラインスラックをねすぐに回収して、フックセットに持ち込めるっていうことで、まあリールのギア比に関してはもう特に早いもので、あとはこういう太いピーが、いっぱい、入れられる、そういったリールの方がいいよっていうことで、まあ台輪だと今タトゥーラのね300とか400とかが出ていたり、自分はこのねスコーピオンのねMD ってモデルですね、これがね太い P ラインで、ね、大容量にこうがっつり入れられるんでお気に入りで使っておりますっていう感じでね、まあ、こういう感じで、タックルとルアーはね、揃ったんで、あと魚の方もねもうだいぶね、ポイントポイントにセットされているようなので、近日中にね、これで、実際にね、魚、かけてみたいなっていうことで、今日はとりあえずね変えたよっていうことで、開封動画ですね、こんなペンシルベイトだったよっていうのでねつらつらと語ってみましたけども、いかがでしょうかということでね、まあもちろんブラックバスでもいいみたいなんですけど、まあ自分はね、東京のあたりに住んでいるんで、東京湾のね名物、この白パターンでまずは試してみたいと思います。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、デプスのですね超巨大ペンシルベイト、ヒュージペンシルベイトの、スケーターモデルがね、発売開始されていて買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。